皆さんこんにちは、ケンジでございます。今は夜のですね、6時40分頃です。今からですね、ジムのトレーニングに行きたいと思います。レッツゴー。リーで、子供侵入防止のおもりです。よし、おっしゃGo. Look. お、誰か来た。これ誰これ。iPhone って書いてある。あ、違う。ナオフミって、ナオフミって iPhone。ごしません、ごしません。え、ごしませんってナオフミって言う。セット頑張ろう。死んでます。もう汗だらだら。15回です。 15回。
最後。三十。落ち着いたけど、もうこの汗の量まだこんなダクダクでございます。今日月曜日、週の始まりですね。うちのビーグロクロスフィットではこういう風に月曜日は足の種目からだいたいスタートします。でね、もうここで月曜日でこれでもう筋肉痛は確定するんで、あとは水曜日のヒンジの動きまで、まあ今日もヒンジは入ってたんですけど、股関節の動きが入るまでにどこまで回復できるかっていうのが大体、月曜日の終わって火曜日水曜日の過ごし方になります。いや、もう下半身股関節はエンジンなんでね、もうちょっとまだまだヘナチョコでございますけど、自宅トレでもこんだけ追い込んでくれますうちのコーチは。まあコーチのね、インスタグラムフォローしてる人はまたイデドイシとかご存知だと思うんですけども、彼はどこでもワークアウト自由自在に思いのままに思ってる負荷を与えてくれるコーチです。最近また5月の末まで非常事態宣言が延長されてですね、ジムに行けるのは多分おそらく早くて6月かなっていう感じなんですけど、この自宅期間中にやっぱり僕上半身の胸もちょっとずっと動きが悪くて、ディップスができなかったんですけど、今も自宅のこのディップスの懸垂ぶら下がり健康器でディップスをやって少しずつできるように戻ってきました。なんでまあ全然ね、僕レベルだとジムに行かなくてもこれだけしっかり自宅で追い込めてしまうんで、ぜひまあクロスフィット言ってない人も別にクロスフィットじゃなくていいんで、自宅でまあ自体重計のツールいっぱいオンラインで売ってるメーカーさんあると思うんで探してもらって、重りつけなくても動きをコントロールしながらやるとね、かなり刺激入って
動くようになっていくし、まあ、筋肥大になっている方は可動域も確保されつつ筋繊維が伸びて筋肥大につながるようなトレーニングできると思うんで、まあ、自宅でもあのモチベーション高くやっていきましょう。でいつものことながらこういう風にクラス終わった後こうやって汗をかいてすごいリフレッシュした気持ちになってまた明日から頑張ろうって思えるようになりますんで、ぜひ続けてください。なんか今日はもうこういう動画です。別になんてことない普通の家で自宅撮りの動画の様子でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。